どうもはずむです。先日ですね、第2回 YouTube ファッションコーディネート大賞ということで、セットアップを使用したコーディネートを募集させていただいたんですけども、今回もですね、本当にたくさんの方々にご応募いただきまして、ありがとうございます。締め切ったのが、宮下パークのポップアップが終わった時だったので、それから、だいたい1週間、2週間ぐらい経ってしまったわけなんですけども、いや、正直こう、ファイナリストの方5名をですね、選ぶのが本当に、難しくて、かなり悩んでいて、時間が経ってしまいました。申し訳ございません。それではね、今回は早速、ファイナリストの方5名を、発表していきたいと思います。まず、お一人目、こちら。駒井祐介さんです。今回セットアップということで結構ブラックとか、暗いトーンのコーディネートの方が多かった中で、ベージュのセットアップっていうのが意外に少なかったっていうのと、やっぱこの駒井さんのこの爽やかさ、コーディネートの爽やかさがとてもいいなと思いまして、今回ファイナリストに選出させていただきました。おめでとうございます。そしてお二人目がこの方、モリモリさんでございます。ザ・ミリタリーアイテムをですね、セットアップとして、着用しているコーディネートなんですけども、やっぱ個人的にこのオリーブのセットアップというのが、結構最近ハマってまして、かなり個人的な感情も入りつつ、文字の黄色の部分が、スニーカーのちょっと黄色とリンクしてたりとか、その辺の色合わせもいいなと思いまして、今回選出させていただきました。モリモリさん、おめでとうございます。そして、3人目がこの方、ゆうさんでございます。今回のファイナリストの方では唯一の女性なんですけども、かなたのセットアップに有限のシャツであったりとか、比較的こう男性も着てるようなブランドを着用されていて、さらにね、一番いいなと思ったところがですね、シューズなんですけども、J.M.Westonのゴルフにおそらくこれキルトをつけてるんですけど、純正のかな。意外に女性でウエストン、特にゴルフ履いてる方ってあんまり見かけないイメージがあって、どっちかなんかローファーとかはたまにいらっしゃると思うんですけど、このゴルフを女性が履いてるっていうのが個人的にはちょっと新鮮でいいなと思いまして、今回選出させていただきました。ゆうさん、おめでとうございます。そして、4人目ですけども、この方、水谷慎之介さんです。はい、水谷さんはですね、デニムジャケットとデニムパンツの、デニムの、セットアップなんですけど、ブラックなんでそんなにこうアメカジっぽい雰囲気にはなりすぎず、そして小物使い、メガネであったりとか、このグラスコードとかもつけてらっしゃるんですけど、あとスカーフでスニーカー、特にこのスカーフとスニーカーの色合わせだったりとか、その辺拾ってらっしゃるところも素敵だな、おしゃれだなと思いまして、今回選出させていただきました。水谷さん、おめでとうございます。そして、ラスト5人目なんですけども、5人目の方がこちら、服部翔太さんです。はい、シャツとパンツが、同じ生地のセットアップになっていて、その上からベストを羽織ってらっしゃるんですけども、比較的、ジャケットとパンツのセットアップの方が多い中で、シャツとパンツっていうところも珍しいんですけども、セットアップを一番こうメインに持ってくるのではなく、あえてセットアップはちょっとこう控えめにというか、脇役に徹してベストを映えさせてるような、この雰囲気がとても素敵だなと思いまして、今回選出させていただきました。服部さん、おめでとうございます。はい、ということで、ファイナリスト5名の方をですね、発表させていただきました。いかがでしたでしょうか。ここからですね、視聴者の皆様による投票の上、対象の方を決定していきたいと思います。概要欄にですね、応募フォームをまたご用意させていただきましたので、そちらからですね、皆さんがいいな、好きだなと思ったコーディネートの方に、ご投票いただければと思います。そしてですね、ご投票をいただいた皆様の中から、抽選で1名様にですね、サラリーマンジャケットとサラリーマントラウザーズのセットアップをプレゼントいたします。投票の締め切りはですね、6月の12日、日曜日までとさせていただきますので、たくさんのご投票をお待ちしております。はい、ということで、今回はですね、第2回 YouTube ファッションコーディネート大賞のファイナリストの方5名を発表いたしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。